今回はですね、英語学習の中でもぜひ知っていただきたい音楽好きにはたまらない人を紹介したいと思います。That's his voice! 皆さんこんにちは、Kです。これまでの動画の中で英語ができなかったら人生損をしますという話をしてきました。英語を避けて生活するとキャリアの選択肢や年収とかそういうものだけではなくて、おそらく生きる上で一番重要かもしれない気持ちをワクワクさせてくれるような情報を逃してしまっています。今日は具体的な例を紹介してそれについて詳しく話していきたいと思います。今日の動画のポイントは3つ、こちらですね。今やインターネットが普及して世界中の情報を見ることができますが、全て自由に世界中の情報を知ることができるかというと、実はそんなの真っ赤な嘘です。気づいてもらいたいんですけれども、世界の情報と私たちの間には言語の壁っていうのが間違いなくあります。これはインターネットももちろん同じことです。もし英語を使わなければ皆さんがアクセスできる情報って少なくなりますよね。インターネット上の日本語の割合っていうのはわずか 2.6% しかないんですよ。それに比べて英語の割合って 26% もあるんですよ。簡単な計算ですけども10倍以上です。僕自身マイクロソフトで働いてるんですごくそれを感じるんですけども、世界で回ってる最新技術の IT の情報って日本には3年から5年ぐらい遅れて入ってくるって言われてます。っていうか本当にそうです。アメリカではそんな流れ終わったやつっていうのがやっと今になって日本に入ってきたのかっていう感じです。なので目まぐるしく進歩していく IT のような業界は英語が必須になります。こんなのはただの一例で、今回僕が紹介したいのは素晴らしい才能を持った方が世界中にたくさんいるってことです。なので英語っていう情報を避けていくと、こういう世界レベルの方たちの才能っていうのを見て刺激を受けるチャンスが減ってしまうっていうのは非常にもったいないんですね。で、本日紹介したい素晴らしい才能の持ち主はフィリピン出身のマルセリットさんです。まずは彼のバックグラウンドを紹介するビデオをご覧ください。 When I was 7 years old, my mother, she left me and my father was in jail. I was orphan. I live in the streetFor many years I tried to find my family. When I was scared, I would sing. One day, I saw the show Philippines Got Talent. I thought that's the way I can find my family. I was hoping they would see me sing. It's a big yes. After my audition aired, the whole country was trying to find my family. During the finals,My family is there. The grand winner, Marcelito! It was the greatest moment of my life because my family is there. My life changed overnight. I went from living on the street, so now I'm famous. Marcelito Pomoy became a trending topic on Twitter, not only in the Philippines, but around the world. The whole country was talking about me. But the best part, I met my wife, Joanne,And now we have a daughter. I'm going to cry again. 彼の歌唱力がどれだけすごいかを理解しやすいように歌声を聞く前に少し補足しておきますと、彼が歌う曲は The Prayer という曲で、男性と女性が別々に歌う曲です。女性パートはソプラノで歌われてて、男性パートがテノールでイタリア語で歌われています。何がすごいかって、この曲をマルセリットさんが全て一人で歌います。ぜひ1回目聞くときは目を閉じて聞いてください。間違いなく男性女性2人が歌ってるとしか感じません。前置きはここまでにして、まずは目を閉じて実際に彼の声を聞いてください。どうぞ。That's his voice. And watch us where we go. And help us to be wise. In times when we don't know.When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so well deserve.Sogniamo un mondo senza violenza
mundo di justicia de esperanza Unión いかがですかね。めちゃめちゃ鳥肌立ちませんでした。音楽やってる人だったら本当にこの凄さわかると思います。で、彼のすごいところを簡単に3つまとめますと、1つ目がソプラノとテノールを完璧に歌い分けます。2つ目はソプラノとテノールの切り替えを顔色一つ変えずに瞬時に切り替えます。すごいところ3つ目が英語とイタリア語をほぼ完璧な発音で歌ってます。この3つのポイント1つやるだけでもすごいことなんですけど、このマルセリトさんって人は3つ同時に全てやって抜けます。この動画世界中でいろんな YouTuber が取り上げたり、いろんなテレビ局が取り上げたり、多くの反響を生んでるんですけど、残念ながら日本ではこの情報流れてきてないんですよね。やっぱり英語の情報を取り入れられるようになるだけで、こういう世界トップレベルの才能を持った人に簡単にアクセスができて、本当に様々な刺激を受けることができます。人って言語関係なく趣味とか好みってそれぞれ違うと思うんですけど、やっぱりそれぞれの領域を極めてみたいと思った時に、英語は日本語よりも10倍以上の情報量を持ってるんで、より自分の好きなこととか得意なことをもっともっとこう尖らすことができると思います。なのでぜひ彼の歌声がすごいと思った方は、世界中の素晴らしい才能に触れた感動を皆さんとシェアしてください。で、次の動画ではこのマルセリトさんの歌う動画を見てリアクションをする海外 YouTuber の英語表現から、外国人とコミュニケーションする時の誰でもすぐできる10の極についてお話しします。この極意はアメリカ人と仲良くなるために、英語をペラペラ話せることよりもよっぽど大事なことで、しかも小学生でわかる単語レベルです。ぜひ楽しみにしておいてください。